三門随仙寺は、愛知県犬山市にある臨済宗明神寺派の寺院。三号は、清流山。海山は非本宗春禅寺。環状海山には、市の無印宗院禅寺。創建は1415年。随仙寺は、現在明神寺派の有所寺院として、西岸寺に次いで2番目に暮らしている。騒動を開け人へしたのは、1928年。 三島留拓寺の山本元宝を拝奨した時である。日文宗俊禅寺が創建した臨在宗明神寺派の古刹である。永二十二年に大伽藍を完成。本堂には伊勢国朝、熊山金剛正寺の国造菩薩を誕生した本尊がある。永響五年、日、峰禅寺は本山最高にあたるため明神寺へ移った。その後は儀天現象。 雲国黒吉、桃院原作から行江草付加し、影川宗隆、悟る慶州富、徳薫前傑、東洋永長などの構想に引き継がれ、明治に至るまで四波輪中の寺であった。栄六八年、陛下で消失したが、織田信長より、主院状を得て再建。ついで、豊臣秀吉が、治療五十国を寄進し、尾張徳川家からも、日盛りを受けた。主郎は、 名王三年混流と伝えられ、三縁は、佐神五郎の作と伝えられる。三門は、犬山城内田五門を移したものであるが、この三門は以前は、美濃国県山城の大手門であった。達中は、過去には判明するだけでも二十四回御を用していたが、現在では、経六か寺が残っている。随仙寺の周囲には、劉一騎寺、劉仙院、我竜寺、 輝き当時、林谷院があり、木曽川を挟んで、岐阜県各務原市に、妙記事がある。ありがとうございます。